にちは、土です。ですね、今日は扉の例のガタガタを直しにいいアイデアが浮かんだので、ちょっとそれをやりに行っていきます。ですね、まあこれはちょっと作業工程を撮影しながら説明できたらなと思ってます。あと明るいところなので、ちょっといろいろ昨日取り付けたものを紹介したいと思います。まずここにシフトインジケーターをつけました。今まあ全然3速で5速になってますけど、まあ、これ設定してないでまだあれなんですけど、ひとまずここにシフトインジケーターをつけました。なので設定をして、まあ、今何速かっていうのがここで分かるって感じですね。それとここに見えますかね、ブーストメーターをつけました。トラストの、まあシリウスですね、シリウスメーターをつけたので、まあここで、ブーストを確認できます。なので、このスタバルトの純正のはまあ当てにならないので、これで、まあ、ターボなんかのかかりの状態とか、まあ、今後いろいろな不具合をここで察知できたらなと思ってます。まあ、ゆくゆくはね、油温と油圧をつけようと思ってるので、まあ、それがついたらここに表示できるようにして、まあ、ちょっと切り替えながらやれたらなと思ってます。まあ、これね、別にターボだけじゃなくて、センサーさえつながっていれば、まあ、油圧でも油温でも水温でも何でもいけるので、まあ、それをセンサーをつけたらここに表示できるようにここで切り替えてやれたらいいなと思ってます。あとはですね、まあ、プラグを買いました。結構焼けてる感じでしたね、いい感じで。で、まあ、ターボでコンピューターチューニングしてる、ノブチューンしてるので、まあ、燃長がね、ちょっと燃料が多めに冷却してると思うので、まあ、そういった意味を含めると、まあまあ、焦げ感があるんですけど、まあ、それでも綺麗に焼けていて、いい感じなんじゃないかと、思いました。ただ気になったのがやっぱりね、プラグが緩んでましたね、結構ね。なので、まあ、締め付けは結構こう、なんですかね、まあ、手でこうやってロングの穴をちょっと締めていって、最終的に止まったところで、まあ、一応普通に締めるんですけど、開けた前には一応ね、やっぱりプラグちょっとこう軽く締め直すぐらいはした方がいいんじゃないかなっていうのをちょっとアクティブに話しました。まあ、そのぐらいですかね。で、まあ、プラグ変えたらすこぶる、いい感じですね、やっぱね。全然もう1万キロが変えてなかったので、まあいい感じの、点火な感じでしたね。まあ、僕のエンジンは別に、僕のエンジンとか電装系は別に一旦アースぐらいでいじってないので、まあそれを考えるとやっぱりプラグの本来のね、こう変えてみると分かるっていうね、なかなかやっぱいいなって感じですね、変えると。そんな感じですかね、つけたのはね。あとは別段、最近変わったことありません。まあひとまずね、ここにねブーストメーターがついたんで少し派手やかになりましたけど、まあこれも透明なのでね、向こうの一応なんていうのかな、回転数とかね、いろいろ見れるんで、まあ、別にそんなに違和感ないかなと。あとスポーツモードにすれば真ん中が回転数になるので、まあ、この端は、燃料系かな、あ違う、水温だな、まあ、水温も動かないし、まあ、それを考えると、まあ、ここにあってもいいかなと思ってます。そんなわけで、ひとまずですね、そのドアのガタガタ音が治るかという感じですけど、今日治ったらいいかなみたいな感じですね。ちょっとまずそんな感じです。来週はですね、実はそもそもつくばに参加する予定だったんですけど、ちょっと、たまには思考を変えまして、フィアットフェスタに行こうと、みなかみの方に行こうということに決めまして、で理由はアバルト仲間の人が、毎年ジムカーナに参加しているので、まあ、今年も参加していて、ならば応援にという形で行こうかなと。それからあとはね、マクティさんがラリーってなんか変な発音になっちゃいますけど、ラリーに参加するんですよ。なので、まあラリー間は3時間ぐらいかかるので、まあ、その間はなんていうのか見れないんですけど、まあ、一応ね、応援という形で、まあ、終わってなんか楽しく話したりとか、帰り仲良く
仲良くっていうかね、帰りとか、まあ、飯でも食えたらなと思ってます。そんなわけでね、まあ、ひとまず、来週の予定はつくばではなく、僕はフィアットフェスタに行くということです。マッチーさんも、ラリーをするので、まあなんか撮影とかしてみようかなと思ってます。そんな感じですかね。まあこの間の富士が終わって、ひとまずエンジンオイル交換しました。いつも通りね、やっぱエンジンオイルを交換すると突然まあ、滑らかな走りになるので、まあ、やっぱり違うなと。あとね、最近ちょっとミッションがちょっとね、バックの入れが悪いので、まあ先と前に変えようかなと、次のね。そんなわけで、じゃあまた後ほど、その窓のこのドアのね、カタカタ音が消える、今も鳴ってるんですけど、盛大にね、このカタカタ音が消える、試作をするという感じで、またご覧ください。それでは、あ、そう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 、いいねとね、チャンネル登録をぜひともよろしくお願いします。でも登録をよろしくお願いします。では。今日はこれですね、これを使ってここに塗布しました。音が聞こえますかね。ここだ、このギシギシって音をなくさないと、マークティーさん曰く音が鳴るということだったので、このシリコン、なんだ、シリコングリースメイトを使ってここに塗布してしました。塗布する場所はここの間、この間ですね、ここに塗布したのと、ここに塗って、あとここですね、ここに塗りました。今日は偶然にも同じ年代の車がいました、アバルトが。はい、私は受けてなかったと思うんだけど。あ、ついてないですよ、それですね。それは買わないとついてないですよ。そうなんですか。はい、もうロッキーです。ロッキーですよ。いいっすね。おトッパーなんかのあれですか。フリーの、なんかスペースがある感じがするなと思ってたんだけど、え、なんですか。気がつかなかったです。こうなんか手が入るようなスペースがあるかなと。あ、これ、これ僕外してますよ。あ、ただ外してるだけ、うん、これですよ、これ。あ、それね、うん、そう、これはね、買ったんです、買ったんです、わざわざ。バカでしょ。いやいや、いいっすよ、これ。これ、あれなんですよね、最初からこれでいいと思うんですけどね、同じサソリのマークでね、うん、なのにこれだけ青いじゃないですか。これだけね、プラスチックだから。そうなんですよ。でもこれはもうアルミですよね。アルミですね。いいっすね。若干色が違うんだけど、まあでもいいかな。まあいいっすよ、全然それは、はい。なんかリアのキャップも、燃料キャップもなんか、うん、また戻ってしまったとか。あ、そう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 。らしいですね。綺麗です。もう全部シリコンですよ。全部シリコン。ああ、うん、いい艶ですよ。うん、艶いいっすね。便利、すごい便利。で、その小麦入れたやつ、小麦入れたやつ。ただそのさっき言われてた小傷とかでおっしゃってたのも、小傷とかおっしゃってたのも、はい、よくわかんないですよね。でもね、うん、ライトの下で見るとすごいですよ、はいはい、あ、すごい。あ、でも、まあ、パッと見はね、パッと見はいいんですけどね、うん、綺麗ですよね。ありがとうございます。さっきあまりにも暇だったんで、うん、ちょっと拭きました。